お疲れ様です。お疲れ様です。前回の動画で、はい。これどうやった？2万ぐらい。2万使ったっていう手ですね。手じゃねえや。使ったもんやっけ。ただでこんなのもらうの別に会社のクレジットカードは別に使えたんだぞ。そういう企画で、でまあもう一本取りましょうということで、なんかリンちゃんが質問とかやるのもあったのね。そうなんですよ。前なんかインスタで質問募集してたの、あれ私が。リンちゃんが募集したんですよ。いいね、YouTube の企画でやろうと思って。はい、それ今やろうかなと思って。まあいいねいいねいいね。やりましょう。いいね、どんな質問っす？いや、あ、その前に乾杯だけやっていい？あ、はい。あ、そうです。まあいろいろちょっと質問やりながらじゃあ、ね。あ、そうですね。社長、今からですもんね。僕らもう30分前ぐらいからちょっと。そうですね。上野さん欲しいなと思ったもん。はい。上野さん欲しいなと思ったけど。じゃあ、ジャイ。お前らうまそうだよ。全部いっとるやん。はい、まず食べて。ちょっと、ちょっと。俺もちょうだよ。ちょうだよ。全部食べ買ったやつなんだ。お皿ください。ああ、はい。はい。言いましょうか。タレかけ。タレかけるかね。タレ。タレ入れます。何や。お前人の金かとって。誰も使う。はい、じゃあ何、はい、何があんの、リリーちゃん。塗り替え道場の職人さんに質問ありますかってやったんですよ。はい、だったらまあ結構来て、はい、結構仕事の内容、仕事内容とか仕事に関してのことが多かったですね。まあ今回は基本編、仕事編、プライベート編で分けて質問をしてみようかなと思うんで、結構いっぱいあるんで、いっぱい答えてもらうためにパッパッパッと、はい、お願いします。ああ、パッパッパッって言わなかったの？パッパッパッと、はい、質問するんで順番に答えていく感じで、皆さん、うん、はい、はい、はい、お願いします。じゃあ基本編、うん、じゃあ皆さんのあだ名をまず自己紹介ですね。ミッチー、ミッチーだよー。はい、パッパッパッで入るの、パッパッパッで言ってるから、はい、あ、こういう風にね。あ、そうですね。あ、はい。ない、あだ名に呼ばれたことない。爆弾リュウジ。マジで？マジで？爆弾リュウジ。 YouTube だけですもんね。はい、うん、爆弾、爆弾言われたことない。爆弾、爆弾、爆弾。なにこれ、なんとかステイさん。お前しゃべんなって。パッ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 お前買ったことない。チンチクリンとか言われてたよ、お前。同じ言われてないですよ。なんかないの、カンタマとかさ。カンタマ、キンタマとかさ。キンタマで。じゃあ変えんだろ、お前。変えんだろ、お前。キンタマアウト。カメラ、もう何回言うじゃん。大丈夫だよ。だって顔がキンタマ、しょうがない。イケメン金玉だからしょうがない。金玉だからしょうがない。ゴールデンボールって言った方がいい。あだ名だったんだからしょうがないの。それは〇〇ちゃんは言わんの自分で。私も言うのか。私も言うのか。私も言うのか。みんなで言わんの。自分言うつもりなかったな。私のあだ名は普通に下の名前とか上の名前文字で呼ばれることもあります。普通に女子から。あ、そういうこと。とじゃあ次、皆さん年齢は。28歳。29歳。29歳。あれ、あ、そうだ。ちょっと巻き戻し、パッパだ。巻き戻し、ちょっと巻き戻し。もう一回質問いいですか。皆さんの年齢は。29歳。あ、28歳。こいつスタートいかんわ。こいつボケだぞ。こいつスタートいかんわ。じゃあもう一回いきますね。皆さんの年齢は、はい、こちらから。24。29。あ、笑んでると。皆さんの年齢は。私は25歳です。24です。43。29です。42。じゃあ皆さんの、身長は今日分かりました。変えそうでしょ、こいつ。かわいい、一番変えそう。でも、リリーちゃんからですね。166.5 です。5ミリ伸びました、去年。すごい、どう、すげえ。172。お前、どうすか。だって俺170と2だったな、初めて。本当は、うん、164。絶対ない、ない、ない、164。リリーちゃんからですね。僕今日測らなかったです。まあでも、大体どれくらいです。
でも社長が170って言ってくれたら多分本当に170ぐらいですよ。どういうこと？絶対170切っとる。身長コンプレックスで言ったら、うん、私も背高くでありました昔。へー、自分多分女子の中では高い方だから。はい、身長率166.5です。あ、すごいな。で結構デカめで、うん、中学生ぐらいまでは結構気にしてましたね、本気で。あ、大きいもん。やっぱりなんか周りの男子よりもデカいっていうのが。そうでちょっと本当に一回ちょっと立ってもらっていいですか？視聴者が分からんで、ね、みじめになるんで。今はもうあんまり気にならないし、あんまり男の人の身長もそんな気になるんですよ。ああ、本当にヒールとか履いてあっても自分なんて危ないの？まあそれはなります。でもなるけど、まあ、私はヒール履かないし、うん、履くとしても多分気にしないです。普通に彼氏よりでかくなっても。ああ、私はですけど。いや違うんですよ、彼氏が気にするんですよ多分。まあ、そうですよね。それは確かに感じますね。はい、皆さん、はい、こんなやつだといつも毎日楽しくやってますが、はい、今休止にしとるんだな。してます。足場の職人と足場の職人、はい、ちょっとね、あの募集して全国からでもテレビ電話でもあの面接もできるんで、はい、ぜひあの面接来てください。で、あとお願いします。全く別の求人サイトって全国の求人募集してる会社もちょっと紹介しようと思って今サイト作ってるんです。それちょっと URL 貼ってありますんで、はい、何って言ったら、要は何百社の求人、まずはでも職人さん集めて、例えば1000人、2000人、3000人単位で職人集まったらちょっと求人にして、あの会社さんも入れて無料でやろうかなと思ってますんで、ぜひそちらの登録もお願いします。お願いします。チャンネル登録といいね。あとインスタもやってますんで、 TikTok もやってます。ミッチー373で検索してフォローしてください。お前だけだよ。女性限定であの DM してくださいね。女性は全部返します。やめた方がいいですよ。はい、じゃあここから続きはライブ当日ライブでアーカイブ処分で残っとるはずだよね、これ。はい、うちの結構ライブ飲み始めると結構面白いんで、ぜひね、また、はい、結構ガチガチのもう骨トークするよ。だって久しぶりじゃないですか。あれから多分初めてですよね。初めて、これ多分初めてです。ぜひそっちも見てください。またねー。誰今サイト作ってるんです。それちょっと URL 貼ってありますんで、はい、何って言ったら、要は何百社の求人、まずはでも職人さん集めて、例えば1000人、2000人、3000人単位で職人集まったらちょっと求人にして、あの会社さんも入れて無料でやろうかなと思ってますんで、ぜひそちらの登録もお願いします。お願いします。お願いします。じゃあチャンネル登録いいね。あとインスタもやってますんで、 TikTok もやってます。ミッチー373で検索してフォローしてください。お前だけだよ。女性限定であの DM してくださいね。女性